か。自分好き。お客さんってお客さんもお客さんだ。まあね。ひどいな。だからカラさんね、カラさんはオタクじゃないよね。はい、オタクじゃないよね。え、コスプレ好きなの。私もなんでコスプレ好きなの。あ、違うね。だからなんか関係ないかもしれない。コスプレ好きじゃない。見間違いかもね。コスプレ好き。そうだ、あの春町筋肉クラブっていう筋肉クラブある。それ何じゃん。あの、腹を割って寝てる。腹を割って話そうぜ。ああ、そうだ、ね、だってさ、これはさ、本当に筋肉ってさ、ほら、線と使うんやから。線と使う、うん、運動しないです、うん、だからほら、要するにこう、アゴトっていうか、こんな喋るとか、うん、なんかこう、言うだけの人じゃ使わないやん。うん、黙っとったって筋肉は努力せんが使える、うん、女子、特に女性がツイートとかって結構大変なことなんですよ。で、腹を割って話そうか。じゃあ、その部分の人が長崎から来たの。あ、違うか、それも違うね。ちょっと違う。何の話、なんかもうごっちゃごちゃになってない、それ。そうだね。何を1回ぐらいして合わせて。失礼いたしました。いやいや、ではお預かりしてきます。あ、よろしくお願いします、はい。でも釣りしないのに世界の素顔とかわかるんですね。あ、もうね、ゲームとかも何もしないけど物がどうだとかいうのだけは知ってるんです。ああ、そうですね。ビールですか。ビールです。ビールです。また釣りに行きますけど。ああ、どういうことですか。行くだけ。お、お客様で成り立ってるんですよ、タクシーなんですよ。あ、ありがとうございます。釣りですか。釣りね、釣りのとこか。これもいらんの、こう持ってくるかな。いや、いらんのっていうか、価値があるのか持ってくる。いらんの、ゴミ屋じゃないっちゃけ、頼む、ゴミ屋じゃないっちゃけ。ゴミ屋じゃないっちゃけ。じゃない、検索とかしたら、なんか、へ、いろんな言葉でいろんな風にこうヒットするけん、そんな言葉がたまたま出てきたかもしれない。あー、確かにわからないです。なんか頭も締めてる。すごい趣味かなとかね。ないでもそんな暇があるわけないやん。あ、そんな暇があるわけない。いや、だけどほら、趣味ってほら、やっぱりストレス溜まったりすると、そうでしょ、うん、だからその発散、僕なんかお酒も飲まないし、ほんと趣味がないんですよ、うんうん、仕事を趣味。そうですね。でも歌うじゃないですか。あ、歌いますよ、確かにですね、うん、それはあるんですけど、そんくらいですかね。あとは趣味がないです。私はですね、はい、それこそ歌は、あのお歌いを昔習ってたんですよ。お歌い、お歌い、はあ、で、今度お母さんごやあれは違う。あ、そう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 、それそれそれでね、一番最初に習うのって少女っていうのを習うんですよ。はあ、どうそれは、いいですか、うん、じゃあ歌っていい。いいよ、別にこれも好きやろ、正しい歌っていいじゃん。本当に付き合う、10分くらいかかる。あ、それは、それは割愛して、割愛して、3分分かる。はい、これはもろこし羽金山のふもと、ようずの里に。はい、ありがとうございます。すごくわかりました。今わかりました、完璧にわかりました。え、ここで決まるわ。その声の出し方で何でわかるんですか。ずーっと行く内容はあまりわからない、もういいです。いや、どこんなんこれ。わかりました。あのね、症状って、あの、要はあの酔っ払った時に出てくる狐みたいなはちっちゃい化身なんですよ。はい、で、それがね、出てきてね、あの、ようずっていう里に出て、あの、お酒を作ってこう懸命に仕事しよったらね、あの、商売繁盛するよみたいなお告げが出るわけ。おおって気が付いて、本当にそれをしたら、次第次第に復帰の家とまかりなりてそろで、ずっとするで、最後ちょっと一緒にこう症状とこうで、要するに君の言った通り努力したらこうなったよみたいな感じで、こうその少女と一緒に 踊るみたいな、うん、で、それを習っとって、で、たまたまあの、あそこ厳島神社に、あの、暮れから泊まってお正月を過ごしたんですよ、うん、ただちゃんと厳島神社 あのお正月にその奉納がありよった、少女、うんうん、こんなおめでたい時に歌うものなんよねと思って。うん、素晴らしい。私も死ぬ前やってましたけどね。もうちょっとこさ、もうちょっと歌いたいとこで切らず。声悪くないですよね。でしょ、うん、声悪くないです。結構いける、うん、でももうちょっとボイストレーニング、もうちょっとボイストレーニング、ボイストレーニング、いらいらやってる間に勝手になる、うん、はい。てか私でも音域が低い、あの、マライアカリーみたいにあんなんないもん。待って、喉を締めたぐらいの高さしかないです。おおみたいな、うん、ね、大事、全然これだけ、違う、どこが見えないし。
なんか好きな今簡単に切られてない私今バッサリ、今バッサリ切られたの私なんか。いやそういうもんだなと思って。でも素晴らしい。っていうかそれ待ってるよ25枚目じゃん。っていうか今私まだこれしてなかったよでも。したいやしたんやない。もう俺いいよ500円ずつなんか使わないよ実際。おいそこのお姉さんのね7枚いくらの時計があるでしょ。今私今気分返したいね。あるでしょ、それね、買いたいんだけど使ったらいいよもん。500円でしょ、これ8400円もあるんだ。なんか980円のものをたくさん買ったらいいやん。分からんしたよね。分からんしたよ500円って。あんたね、ポイントカードでぐちぐち文句言うようだね、人初めてよ。ポイントカードこんな貯めてるやつおらんでしょ。まあ、君が一番かな。僕使わないともったいないでしょ。その7万いくらの買おうかどうしようか考えますよ、今あるでしょ、お目の場所。でも、あのガガミラの前どれがおすすめですか。ガガミラ、うん、ガガミラどんなんすか。いや、どんなんすかって見たら見らんか、ほんとに俺だってさ、思って壊れるとみんな分かんないよね。いや、重くて見らない誰がそんなこと言うと嘘ばっかしてる人に買えよ、それ。あれでしょ。そうみたいな。あ、そうそっちの路線。あ、ダメそんなの。あ、そう。あ、意外と古風なのね。私古風。意外と古風なのね。私はもう大体あの女の子が古風です。あ、ほんじゃあ合わんね、私と。さらさん、私よいよ。え、何じゃ何オメガなんですか。いや、僕としては7万9800円になるよ。うん、まあいいけど、なんでも7万9800円になるんですか。素人みたいなこと言うのやめてよ。素人みたいなこと言うのやめてください、うちが底値でつけとることぐらい分かっとるやろ。いや、だけどそういうね、そういうこう、やぼったい会話をするやつはダメ。あの、いいとこいいよねとかいう話だったら聞くばってさ。そうですね。うん、まあ、めちゃめちゃ、ね、この時計は絶対買っとった方がいいことないの。いやー、がないやろ。あ、っていうかね、リーマンショック直後は買っとったら買っとかないかんかったとよ。いや、そういうことじゃなくて、うん、これは金の車では買ったのかっていう。いやー、それ車と一緒やもん、時計って。うん、あのね、結局は何て言ったらいいのかな、その元々のユーザーがどういう風な使い方使用したかによってももちろん違うっちゃうけど。そうですよね。うん、でそんなの出たとこ勝負なよね、はっきり言って。あ、だけどうちちゃんとあれがありますよ、あのだから、うん、で保証書っていうかちゃんと時計、今時計がどういうあのコンディションかっていうのを見るのがあるんですよ。ちゃんとそれに載せますから。あのオメガもですね、うん、オメガもロレックスも修理代と同じぐらいです。あ、いや、だけん、例えば、はい、あの複雑時計になればなるほど金額は張ります。だけん、要は、なんていうの、シンプルなものはお金かからんけど、コスモグラフとかがいっぱいついてる、あのスモールセコンドとかいっぱいついてるとか、トゥールビューンだとか、なんかいっぱいあるんですよ、いろんな答えばある。あと、あのムーンフェイズとか。フランクなんか最悪とか。交換したら電池がなくなりよったりするんですよ、今。あ、電池自体が。だけ中をそのまま変えないかんとかいうような時計が今現れようと思うけ、クォーツもですね、あのって感じなんですよ。まだレディースでしかその現象は起こってないんですけど。あ、そうなんですね。うん、今度成長期でほらクォーツに走りすぎたもんやけどね。今クォーツも読めましたじゃん。あ、そういうこと。そういうこと。そうっていうか電池がありません。だけ中をムーブメント自体を変えます。あ、それ意味ないね。だけそれやったら手巻きの方が良かったって話になるもんね。何がどうしたらいいのかって話ないね。これはあのメガネって自動巻き、うん、あのね、ただね、いや、ただね、2はね、オメガの2は、2の人は実は手巻きなんですよ。ああ、うん、オメガやったらね、いや、ガガミなのって言うやない。ほんと、いや、ちょっと嬉しいカーバンド。あの、本当の時計好きはカーバンド選ぶとよ。よくやめて。Yeah.
僕は本当に優秀だと思いますもうアホくさくてとつらねえわでもお客さんに言ってますひどい安くて便利な春町 JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分春町質店。